ウェーロン・ジェニングスは、アメリカ合衆国の歌手、ソングライターである。8歳からギターを弾き始め、14歳からラジオ曲、クベオで演奏を披露するようになる。テキサス州やワイオミング州の各ラジオ局で DJ として働いた後、1958年に、バディホリーに声をかけられ、ジョル・ブロンとウェンシン・ストップスで初レコーディングのデビューを果たす。その後、ロカビリーバンド、 ザ・ウィイラースを結成したジェニングスは、独立系レーベルや、A、A&M レコードを経て、RCA ビクターで成功する。1970年代、ジェニングスは、アウトローカントリー発端の助力となった。彼がリリースした、アルバム、ロンサム、オン、ライミーン、ホンキートンク・ヒーローズは絶賛され、ドリーミングマイドリームス、アーユーレディフォーザカントリーも、ヒットアルバムとなる。 1976年、彼がウィリー・ネルソン、トンポール・グラサー、ジェシー・コルターと共に出したアルバム、ウォンテッド・ザ・アウト・ローズは初のプラチナ認定を受けたカントリーアルバムとなった。一方、私生活ではコカインを使用していたことから1980年代初頭までコカイン中毒に苦しみ、1984年に止めている。その後、ウィリー・ネルソン、 クリス・クリストファーソン、ジョニー・キャッシュと一緒にカントリーのグループ、ザ・ハイウェイメンに加入、1985年から1995年の間に3枚のアルバムをリリースした。1997年以降、彼はより多くの時間を家族と過ごすためにツアーを減らすようになり、1999年から2001年の間は健康上の都合により彼の登場が制限された。 ジェニングスは2001年にカントリーミュージックの殿堂入りを果たしているのだが、彼はこの時も欠席している。2002年2月13日、ジェニングスは糖尿病の合併症により64歳で死去した。1937年6月15日、ウェーロン・ジェニングスはリトルフィールド近郊の農場で生まれた。出生証明書での彼の名前はウェーランドである。 テキサス州プレーンビューにあるウェイランドバプティスト大学にちなんだ命名でバプティスト教会の伝道師が母親を祝福したのだが同大学を知らなかったロレーヌ・ジェニングスが綴りをウェイロンに変更してしまった。後年、ジェニングスは自伝で私はウェイロンが好きではなかった。それはダサくて田舎者のような響きだった。でも自分には良いものとなっており私には 今や、ウェーロンがだいぶ馴染んでいると述べている。ジェニングスが8歳の時、母親が、30 Pieces of Silver という曲で、ギターの弾き方を彼に教えた。母親が、中古のステラを購入するまでジェニングスは、近親者のギターで練習し、後に、ハーモニー社のパトリシャンを注文した。初期の影響は、ボブ・ウィルズ、フロイド・ティルマン、アーネスト・タブ、ハンク・ウィリアムズ、カール・スミス、 エルビス・プレスリーだった。家族の集会から始めたジェニングスは青少年センターで講演し、その後地元の米国青年会議所やライオンズクラブに出演した。彼はラボック地元テレビ局のタレントショーにて平常を歌って優勝した。後に彼は地元のタレントナイト期間中にリトルフィールドのパレスシアターで頻繁に講演した。ジェニングスは リトルフィールドのラジオ局クベオで行われたオーディションを12歳で受けた。主催の J.B. マクシャンは彼のスタイルを機に入り、毎週の30分番組のために彼を雇った。この採用の後、ジェニングスは他の友人や知人を集めてザ・テキサス・ロング・ホーンズを結成した。カントリーウェスタン・ブルーグラスの音楽が混ざったバンドのスタイルは良い評価をされないことも多かった。 16歳の時、ジェニングスは幾度かの懲戒違反を経て、高校中退が確定的となった。学校を去った彼は、生花店で働き、短期仕事もしていたが、ジェニングスは好きな活動の音楽が自分の職業になると感じていた。翌年、ジェニングスとテキサス・ロングホームズは、ラボックの工夫ラジオで、ストレンジャー・イン・マイ・ホーム、ゼアル・エーューデイのデモを録音した。 ジェニングスや他の地元のミュージシャンはカントリーラジオ曲 KW で演奏することが多く、彼はその時にバディホリーと出会った。この二人は地元番組で会うことが多く、ジェニングスは KW のサンデーパーティーでホリーの演奏に参加するようになった。クベオ曲での演奏放送に加えて、1956年にジェニングスは DJ として働き始め、ラボックに引っ越した。 彼の番組は午後4時から夕方10時まで6時間流れ、ジェニングスは2時間を昔のカントリー、2時間を最新カントリー、残る2時間は取り混ぜの録音だった。その最後2時間にジェニングスはチャックベリーやリトル・リチャードなどのアーティストの曲を演奏した。オーナーは彼がその演奏録音を放送するたびに彼を出席し、彼が続けて2回。 リチャードのレコードを流したとき、オーナーは彼を解雇した。自身の番組放送時のジェニングス。1958年クベオに在籍中、別のラジオ局、KLVT で働いていた DJ のスカイコービンが、ジェニングスの元を訪れた。ハンクスノーの i ア m m ムー i n g On に合わせて、ジングルを歌うのを聞いた。コービンは、彼の声に感銘を受けたのだ。ジェニングスは、 週50ドルの給料で生活する経済的困窮を打ち明けた。そこで、コービンはジェニングスを KLVT に招き入れ、最終的にはコービンが当時交番になった場所に入った。後に、コービン家はラボックの FM 局 KLLL を買い取り、同局の方針をカントリーに変更した。ジェニングスはコービン家が運営する FM 局最初の DJ として雇われた。 ジェニングスはコマーシャルを制作したり他の DJ とジングルを作った。彼らの人気が高まってきた頃、イングランドツアーからバディホリーが戻ってきて、KLLL 局を訪れた。ホリーはジェニングスを自分の最初のアーティストとした。ホリーは彼に新しい服を着せ、一緒に彼のイメージを好印象に変えた。そして彼はクロービスにある。 ノーマン・ペティの録音スタジオで、ジェニングスのセッションを提配した。9月10日に、ジェニングスは、サックス奏者のキング・カー,アーティス、そして、ギター奏者のホリー及びトミー・オール・サップと共に、ジョル・ブロンとウェンシン・ストップスを録音した。その後、ホリーは、冬のダンスパーティーツアーでのエレキベース奏者に、ジェニングスを雇った。 バディホリーが主催する冬のダンスパーティーツアーは1959年1月23日にミルウォーキーで始まった。各公演のスケジュールを立てる際に会場間の距離を考慮していなかったため、ツアー移動量が物流上の問題を引き起こした。その問題に加えて、凍りつくような天候の中で暖房のないツアーバスが2回故障し、ドラマーのカール・バンチがつま先に凍傷を負って、 入院するという悲惨な結果が起こった。そのため、ホリーは別の交通手段を探すことにした。ホリーは次の会場ムーアヘッドまでの長いバス旅行を避けるべく、自分自身とジェニングスとトミー・オールサップのために4人乗りのビーチクラフト・ボナンザ飛行機をチャーターした。クリアレイクの公演後、オールサップはコイントスで負けてチャーター機の座席をリッチー・バレンスに明け渡した。一方で、 ジェニングスはザビック・ボッパーで知られる JP ・リチャードソンが風をこじらせていたので自発的に席を譲った。バンド仲間が飛行機の座席を放棄して空路よりもバス乗車を選んだことをホリーが知るとホリーとジェニングスの間では友達同士の多愛もないジョークの掛け合いが続いた。そしてそのジョークがその後何十年もの折りに蘇ってはジェニングスを悩ませることとなる。ホリーは じゃあ、お前のオンボロバスが凍結することを願ってるよ。とジェニングスに冗談を言った。これに、ジェニングスは、じゃあ、俺は、お前のオンボロ飛行機が墜落することを願ってるぜ。と冗談めかして返答した。それから1時間半も経たない1959年2月3日午前1時過ぎに、ホリーのチャーター機は、メイソンシティ郊外のトウモロコシ畑に墜落し、 機内にいた全員が即死した。その朝遅く、ジェニングスの家族はラジオで、バディホリーと彼のバンドが死亡したと聞いた。ジェニングスは家族に電話をかけた後、KLLL のスカイコービ便に電話をして、自分自身は生きていると伝えた。ツアーの企画会社はその夜のムーアヘッドでの演奏をやってくれれば、ラボックでのホリーの葬儀に出席できるよう。 ジェニングス及びバンドのファーストクラスのチケット代金を支払うことを約束した。同演奏賞が終わって、フライト代金は全く支払われず、ジェニングスとオールサップはリード歌手として、ジェニングスを主役に立てて、さらに2週間ツアーを続けることになった。当初合意された、給与の半分に満たない額が支払われ、ニューヨークに戻るとジェニングスは、ホリーのギターとアンプを、 グランドセントラル駅のロッカーに入れ、その鍵をホリービボー坊人に郵送した。それから彼はラボックに戻った。1960年代初頭、ジェニングスはザ・ステージを作詞して録音した。この曲はバレンス、ビッグ・ボッパー、ホリー及び飛行機墜落の1年後に交通事故で死亡した若いミュージシャンのエディコ・クランに捧げるものだった。 その後何十年もの間、ジェニングスはホリーを殺した墜落に責任を感じていることを繰り返しとろした。この罪悪感がジェニングスの経歴の大部分にわたる薬物乱用の期間を引き起こすことになった。ジョルブロンは1959年3月にリリースされたが、売り上げは限定的だった。失業中のジェニングスは KLLL に戻った。ホリーの死に深く引きずられ、 曲でのジェニングスのパフォーマンスは悪化。昇級を拒否された後に彼は曲を去り、後にコンテストを経て、KW で短期で働いた。妻マキシンの父親が病気で、ジェニングスはアリゾナとテキサスの間を往復しなければならなくなった。彼は家族と共に妻の妹が住んでいるクーリッジに引っ越した。クーリッジやフェニックスにあるいくつかのバーやクラブの演奏で成功した後、 彼は JDS ことジェームズ D ・ D. ミュージルから勧誘された。ミュージルはメインアーティストとしてジェニングスを雇い彼の活動に合わせたクラブを設計した。彼はベーシストのポール・フォスター、ギタリストのジェリー・グロップ、ドラマーのリッチ・イ・オルブライトと共に自分のバックバンドとしてザ・ウェイ・ローズを結成した。ジェニングスと彼のバンドはスコッツベールのナイトスポットで演奏しすぐに 現地のファンを獲得した。JDS にて、ジェニングスは、自身の、ロック気質なスタイルのカントリー音楽を開発し、後のキャリアで自分を、そのように定義した。1961年、ジェニングスは、トレンドレコード社とレコーディング契約を結び、シングル、アナザー、ブルーデーである程度の成功を収めた。彼の友人、ドン・ボーマンが、当時 a エムレコードの共同経営を始めた、ジェリーモスに、ジェニングスのデモを持ち込んだ。1963年7月9日、ジェニングスは、レコード売り上げの5%をもらうとの内容で、A、A&M と契約を結んだ。A&M にて、彼は、ラブデナイドを、そして、ホーストロングウィンズを録音した。彼は続けて、ザ・トゥエルフス・オブ・ネバー、キッシズ・スイーター・ザン・ワイン、ドン・ト・シンク・トゥワイス。 イッツオールライトのデモを録音し、シングル、シングザガールズ A ソングビルも制作した。同シングルは1964年4月から10月にかけてリリースされた。ジェニングスのレコードは、当時 A&M の主要リリースがカントリーではなく民族音楽だったため、ほとんど成功しなかったことが判明している。フェニックスの地元ラジオで、彼はイアン・タイソンの ホーストロングウィンズやボーマンと共同作詞した Just to Satisfy You で若干のヒットを飛ばした。一方、彼はバッドレコードにてアルバム Waylon at JDS を録音し、これはクラブで500枚が売れた後、さらに500枚が製版された。彼はまた、1964年のアルバムでパッチモンタナのリードギターを演奏した。ジェニングスが RCA ビクターの広告肖像に登場。1965年歌手、ボビーベアは、フェニックス通過中にカーラジオで、ジェニングスの Just to Satisfy y を聴き、最終的にその曲と、ホ o u r Strong w をレコーディングした。フェニックスに立ち寄って、JDS でのジェニングスの公演を目の当たりにした後、彼は、ナッシュビルにある、RCA ビクターのスタジオ責任者、 ジェット・アトキンスに電話をかけ、ジェニングスと契約する必要があることを伝えた。ジェニングスが RCA ・ビクターの契約を提示された後、彼は JDS でのギグをやめるべきかどうか確信が持てずにいた。彼はその後、自分のショーにも参加してくれた RCA ・ビクター所属アーティストの友人、ウィリー・ネルソンに助言を求めに行った。二人がい クラブでの可能性とジェニングスの健全な利益について話し合った後、ジェニングスはフェニックスに泊まるべきで、ナッシュビルに移籍しない方がいい、とネルソンは提案した。それにもかかわらず、ジェニングスは RCA ビクターの申し出を受けることに決め、1965年にジェニングスは RCA ビクターと正式に契約した。8月21日、ジェニングスは That's the chance I'll have to take でビルボードのホットカントリーソングチャートに初登場した。1966年ジェニングスは R.C.A. ビクターのデビューアルバムフォークカントリーをリリースし続いてリービンタウンナッシュビルレベルをリリースした。リービンタウンは最初のシングル2曲アニータユーアードリーミングとタイムツーボンアゲーンが共にビルボードのホットカントリーモンチャートで 最高17位となる成功を収めた。同アルバム3枚目のシングル、ゴードン・ライト・フットのフォーラビン目のカバーは最高9位に到達し、ジェニングス初のトップ10シングルとなった。1967年、ジェニングスはヒットシングル、Just to Satisfy You をリリースした。インタビューの中で、ジェニングスは、この曲がバディホリーとロカビリー音楽を融合した自分の 作品の影響のかなり良い例だと語った。ジェニングスはこの同名ヒットシングルを収録するアルバム Just to Satisfy You を制作しチャート中位の好調な売れ行きだった。ジェニングスのシングル1969年ザキンバリーズと彼の合作によるコラボシングルマッカーサーパークはグラミー賞を受賞した。彼のシングルブラウンアイドハンサムマンは 年末までにホットカントリーシングルのチャートで3位になった。この時期、代理店主催の音楽ツアーは、非生産的で、宿泊費と旅費を支払い終えると、ジェニングスの利益は目減りしてしまい、彼は次の会場で演奏するために、ギャラの前払いを代理店や、RCA ビクターに頻繁に要求していた。路上で300日間演奏している間、ジェニングスの借金は、 アンフェタミンの消費とともに増加し、彼は自分が堂々巡りの罠にはまったと信じ込むようになっていた。1972年、ジェニングスはレディースラブアウトローズをリリースした。アルバムの題名となったシングルはヒット曲となり、アウトローカントリーへの彼の最初のアプローチとなった。ジェニングスは自身のバンドザ・ウェイローズと共に演奏し録音することに慣れていたが、 これは大きな力を持つナッシュビルのプロデューサーに認められなかった。時間が経つにつれてジェニングスはナッシュビルサウンドには芸術的自由が欠如しているため制約を受けていると感じるようになった。カントリーポリタンとして公表された音楽スタイルはオーケストラ的な編曲と伝統的なカントリー楽器がないという点が特徴となっていた。そのプロデューサーはジェニングスに 自分のギターを弾かせたり、録音する素材を選択させたりしなかった。ジェニングスはインタビューで、ナッシュビル時代の制約を次のように改装した。彼らは何もさせてくれない。決められた服装を強要された。あらゆることを決められたやり方で行うよう強要された。彼らは私を壊そうとし続けたんだ私はちょうどビジネスに取り掛かり、自分のやり方で物事を進めていた。 私の音楽に干渉してくるので、私は意行地になった。1972年までに、レディースラブ・アウトローズのリリースを終えると、ジェニングスは肝炎にかかって入院した。病気と音楽産業に悩まされ、彼は引退を考えていた。オルブライトが彼の元を訪ねて、音楽を続けるよう彼を説得し、ニールリシェンを新しいマネージャーにつけることを話した。一方、 ジェニングスは回復中の生活費を賄うために、RCA レコードから 25,000US ドルのロイヤルティ前払いを要求した。彼が利ンと会ったその日、RCA は1965年に受け入れたのと同じ条件で、RCA との5%のロイヤルティ契約に署名するためのボーナスとして 5,000US ドルを提示した。利煎に確認した後、彼は申し出を拒否した。 リシェンは、ジェニングスのレコーディング及びツアー契約の再交渉を開始した。ジェニングスの新しい契約は、彼に7万5千ドルの前払いと芸術的管理をもたらした。リシェンは、ジェニングスにアウトローカウントリーのイメージに合うよう、彼が病院で伸ばした顎ひげを保つよう助言した。左から、クリス・クリストファーソン、ウィリー・ネルソン、ウェーロン・ジェニングス、 1972年1973年までに、ネルソンは音楽に復帰、アトランティックレコードで成功を収めた。アトランティックレコードはまさに、ジェニングスとの契約を試みていたが、ネルソン人気の高まりに押される形で、RCA は潜在的なスターを逃す前にジェニングスとの再交渉を行った。1973年、ジェニングスは、ロンサム、オン、ライアンドミーン、 ホンキートンクヒーローズをリリース最初のアルバムは彼の創造的な管理下で録音されリリースされた。これらのアルバムリリースはジェニングスにとって大きな転機となり彼の最も批判的かつ商業的に成功した年の始まりとなった。さらにディス・タイム・ザランブリンマンのヒットアルバムが続きこれはどちらも1974年にリリースされた。 アルバムのタイトル曲はいずれもビルボードのカントリーシングルチャートのトップになり、実質の This Time はジェニングス初の第一位シングル曲になった。1975年にリリースされた Dreaming My Dreams には第一位になったシングル曲 Are You s u r e h u n ニットディ l ウェイが収録され、アメリカレコード協会によってゴールド認定を受けた彼の最初のアルバムとなった。それは また彼の6連続の始まりでソロスタジオアルバムがゴールド以上の認定を受けることになる。1976年、ジェニングスはアーユー o ディフ d ーザカン the Country をリリースした。このアルバムはビルボードのカントリーアルバムで同年に3度の第1位を記録し、10週にわたりチャートの頂点にいた。1976年にそれはレコードワールド氏により、 カントリーアルバムオブザイヤーに選ばれ、RIAA によりゴールド認定された。1976年、RCA は、ジェニングス、ウィリー・ネルソン、トンパル・グレーザー、ジェシー・コルターによるコンピレーションアルバム、ウォンテッド・ザ・アウトローズをリリースした。このアルバムは初めてプラチナ認定となった、カントリー音楽のアルバムだった。翌年、ネルソンとのヒットデュエット曲、ルカンバック、 テキサスが生まれたアルバム、オル・ウェーロンを RCA が発行した。1978年には、アルバム、ウェーロンウィリーが続き、ヒットシングル、ママス・ドントレッド・ユア・ベイビーズ・グロー・アップ・ツー・ビー・カウ・ボーイズを制作した。ジェニングスはまた、I've Always Been Crazy も1978年にリリースした。同年、成功の頂点で、ジェニングスは、 アウトローの盛り上がりによる限界を感じるようになってきた。ジェニングスは、ドン・チューシン・クリス、アウトロー・ビット、エス・ドン・ガット・アウト・オブ・ハンドという歌の中で、イメージの乱用について言及し、このブームが自己実現的な予言になったと主張した。1979年、RCA は、ジェニングス初のコンピレーション、グレイテスト・ヒッツをリリースし、これは同じ年にゴールド認定され、 2002年には5倍のプラチナに認定された。また、1979年に、ジェニングスは CBS の連続ドラマ番組、爆発。デュークの出演人にナレーターのバラード歌手として参加した。彼を直接紹介する唯一の話は、第7シーズン中の、ウェルカム、ウェーロン・ジェニングスで、ジェニングスは、デューク家の旧友として、自分自身を演じた。 彼はまた同番組のために彼のキャリアで最大のヒットとなったテーマソング Good ル l ー Boys を書いて歌った。番組宣伝のシングルとしてリリースされ、ビルボードのカントリーシングルチャートで第1位に到達するジニングス12番目のシングルとなった。それは全く綺麗を超えたヒット曲でもあり、ビルボードホット100では最高21位だった。1980年代半ばに ジョニー・キャッシュ、クリス・クリストファーソン、ネルソン、そして、ジェニングスは、ハイウェイメンと呼ばれるグループを結成して、売り上げを伸ばした。ハイウェイメンとの仕事とは別に、1982年に、ジェニングスは、ウィリー・ネルソンと共にゴールドアルバム、WW2 をリリースした。1985年、ジェニングスは、We Are The World を録音するため、USA4 アフリカに参加したが、 スワヒリ語歌詞をめぐる論争からスタジオを去った。皮肉にもジェニングスが離脱した後、スティービー・ワンダーによりこのアイディアは破棄された。この時点で彼の売り上げは減少していた。スイートマザー・テキサスリリース後、ジェニングスは、ミュージック・コーポレーション・オブ・アメリカの MCA レコードと契約した。ウィル・ザ・ウルフ・サバイブというレーベルでのデビューリリースは、1986年に、 ビルボードのカントリーアルバムで第1位になった。当初のジェニングスの成功は次第に弱まっていき、1990年にはエピックレコードと契約。彼の初リリース、ザ・イーグルは彼の最後のトップ10アルバムになった。また1985年、彼は実写の子供向け映画、セサミストリートプレゼンツ、ホローザットバードに仮名を出演した。この映画で彼は ビッグバードを乗せてあげる、トラック運転手を演じている。彼はまた、映画の曲の一つ、I.T. No Road to Long を歌っている。1993年、リンコン・チルドレンズ・エンターテイメントとのコラボレーションで、ジェニングスは子供向け歌唱アルバム、カウボーイズ・シスターズ・ラスカルズダートを録音した。これには、自分の友人をテーマにした14歳の自分に捧げる、シューター。 S, S テーマが含まれる。90年代に彼のレコード販売とラジオ演奏は減ってしまったが、ジェニングスはライブパフォーマンスで大勢の群衆を魅了し続けた。1996年、ジェニングスはアルバムライトフォーザタイムをリリースした。これには2015年にアングリーグランパがカバーしたザモーストセンシブルシングなど彼の新曲が数曲入っている。 1997年、ロラパルーザツアーを終えると彼はツアースケジュールを減らし、家族中心の生活になった。1998年、ジェニングスは、ベア、ジェリーリード、メルティリストチームを組み、オールドドックスを結成した。このグループは、シェルシルバスタインによる歌での CD& レコード、双方のアルバムを録音した。1999年半ば、ジェニングスは、 彼が厳選したドリームチームと呼ぶものを集めてウェイロンウェイマーブルースバンドを結成した。主に元ウェイローズで構成された13人グループは1999年から2001年までコンサート演奏を行った。2000年1月、ジェニングスはナッシュビルの歴史的なライマンオーディトリアムで彼の最終アルバムとなったネバーセイディーライブを録音した。コンサートで ウェイロン・ジェニングスが1953年のフェンダーテレキャスターを演奏している様子。ジェニングスの音楽は彼の力強い歌声に特徴があり、言葉遣いやテクスチャーと同様に荒っぽい質感が注目すべき点である。彼はまた自身の勇ましく弦をかき鳴らすギタースタイルも認知されていた。自分の音を作るのに主旋律ではピックを使用しつつ、 リズミカルなパートの間には、親指と指での混合に加えて、顕著なフェイザーのエフェクトを用いた。彼は、ハンマリングオンとプリングオフの反復を組み合わせ、最終的には、アッパーフレットの重音奏法、ダブルストップと変調エフェクトを組み合わせた。ジェニングスは1953年のフェンダーテレキャスターを使っていた。これは、ウェイローズから送られた中古ギターである。 ジェニングスのバンド仲間は黒字の背景に白い花柄を特徴とする独特な革製のカバーでギターを飾った。ジェニングスはフレットを下ろしてネックの弦を下げることでさらにスラップ音が鳴るようにカスタマイズした。他のギターでは1993年にギタリストのレジー・ヤングに送るまで、ジェニングスは1950年のフェンダーブロードキャスターを1970年代。 中場から使用していた。彼の独特なイメージは、長い髪と顎ひげ、そして彼の登場時に身につけていた黒い帽子と、黒革のベストによって特徴を付けられた。ジェニングスは4回結婚し、計6人の子供を持った。1956年に彼は18歳で、マキシン・キャロール・ローレンスと最初に結婚し、テリー・バンス・ジェニングス、ジュリー・レイ・ジェニングス、バディ・ディーン・ジェニングス、 ティアナ・ジェニングスという4人の子供ができた。1962年12月10日に、ジェニングスはリン・ジョーンズと再婚し、トミー・リンという子供を養子に迎えた。彼らは1967年に離婚した。彼は次にバーバラ・エリザベス・ルードと1967年に結婚し、ここで彼は自身の結婚と離婚の試練と苦難に関する歌、This Time を作曲した。 1969年10月26日に彼はアリゾナ州フェニックスでジェシー・コルターと最後の4回目となる結婚をした。コルターとジェニングスは一人息子のウェイロン・オルブライト・ジェニングスを授かった。コルターとジェニングスは麻薬や他の薬物乱用による中毒のためにほぼ離婚同然だった。しかし2002年にジェニングスが亡くなるまで彼らは一緒にいた。 1997年、彼は家族となるべく近くにいるためにツアーを諦めた。息子のウェーロン・オルブライトに教育の重要性を示すため、ジェニングスは52歳で GED を取得した。1960年代半ばのジョニー・キャッシュと共に暮らしている間に、ジェニングスはアンフェタミンを消費するようになっていった。ジェニングスは後に、ピルズはナッシュビルで昼夜構わず出回っていた。 腎臓エネルギー剤だったと語った。1977年、ジェニングスは、反復目的でのコカイン所持及び防御で、連邦政府局員に逮捕された。民間の宅配便業者が、麻薬取締局に通報したのは、ニューヨークの仲間より、ジェニングスに送られた、コカイン27グラムを含む荷物だった。DEA と警察は、ジェニングスのレコーディングスタジオを捜索した。彼らが、 捜査令状を待っている間に、ジェニングスがコカインを売りさばいたため、彼らは証拠を発見できなかった。その後、この告発は取り下げられてジェニングスは釈放された。このエピソードは、ジェニングスの曲、ドン中ンクリス、アウトロービト・エスドーンット・アウたハンドで衝突された。1980年代初頭、彼のコカイン中毒は深刻化した。ジェニングスが語ったところでは、 その週間に1日1500ドルを費やし、彼の個人的な財政を使い果たして、最大250万ドルの借金で自己破産に陥った。彼は借金の返済を主張して、資金を稼ぐために追加ツアーを行ったが、彼の仕事はあまり注目されなくなり、ツアーは減少していった。ジェニングスは中毒から抜け出すことを決断、フェニックス地域に家を借りて一ヶ月過ごして、 自分自身を下毒し、その後はもっと自制した形で、コカイン使用を再開するつもりだった。1984年、彼はコカインを辞めた。息子のシューターが永久に辞める、主な刺激になった、とジェニングスは語った。ウェイロン・ジェニングスの墓数十年に及ぶ過剰な喫煙、飲酒及び薬物使用が、ジェニングスの健康に大きな損害を与え、 死去の数年前から彼の健康は悪化していった。コカインをやめた後、1988年に彼は毎日6箱のタバコを数週間をやめた。同じ年、彼は心臓バイパス手術を受けた。2000年までに彼の糖尿病が悪化してその痛みが彼の機動性を低下させ、ジェニングスはツアーの大部分を終わりにした。同年後半に彼は 足の血液循環を改善するための手術を受けた。2001年12月、彼の左足はフェニックスの病院で切断された。2002年2月13日、ジェニングスはチャンドラーにて、糖尿病合併症の睡眠中に64歳で死亡した。彼はメサにある死鋭のメサ墓地に埋葬された。2月15日の彼の追悼式で、ジェシー・コルターは、 ジェニングスの親しい友人や仲間のミュージシャンを含む参加者に向けて、ストームズネバーラストを、ウェーロン・ジェニングスオー通りが、リトル・フィールドに採用されている1966年から1995年の間に、ジェニングスのアルバム54枚がチャート入りして、うち11枚が第1位となった。一方、シングルは1965年から1991年の、 間に96枚がチャート入りして、うち16枚が第1位だった。2001年10月、ジェニングスはカントリーミュージックの殿堂入りを果たした。最後の反抗的行為の一つで、彼は式典に出席せず、代わりに息子のバディディン・ジェニングスを派遣することを選択した。2006年7月6日、ジェニングスはハリウッドにあるギターセンターのロックウォークに殿堂入りを果たした。 2007年6月20日、ジェニングスは死後、アカデミー・オブ・カントリー・ミュージックによって、クリフ・ストーン・パイオニア賞を受賞した。ジェニングスの音楽は、幾人かのネオ・トラディショナルやオルタナ・カントリーのアーティストに大きな影響を与えた。具体的には、ハンク・ウィリアムズ・ジュニア、マーシャル・タッカー・バンド、ジョン・アンダーソン、息子のシューター・ジェニングス、スター・ギル・シンプソン、ハンク・ウィリアムズ3などである。 2008年、彼の死後最初のアルバム、ウェーロン・フォーエバーがリリースされた。このアルバムは、息子シューターが16歳の時に、息子と一緒に録、2012年に、様々なアーティストによるゼニングスのカバー曲で、構成される3枚組セット、ウェーロン・ザ・ミュージック・インサイドがリリースされた。同年9月に、ゴーイン・ダウンロッキン・ザ・ラスト・レコーディングスのリリースが発表され、 これは2002年に死去する前にジェニングスとロビー・ターナーが録音した12曲のセットである。ジェニングスの家族は当時これを快く思わず、新しい素材のリリースには消極的だった。歌はジェニングスで、ベースがターナーだけの登場だが、後でさらなる伴奏が追加された。10年後、ターナーは元エローズの助けを借りて、レコーディングを完了した。 息子シュータージェニングスは電気映画の制作について様々なプロデューサーとの話し合いを開始した。ありがとうございます。